1830年代の要塞1941年の要塞モスクワの無名戦士の墓にあるイレーヒブレスト要塞はブレストリトフスク要塞とも呼ばれるベラルーシ共和国ブレスト市のポーランド国境近くにある19世紀に建てられた要塞である1965年5月8日第二次世界大戦時にナチスドイツの侵略に激しく抵抗した要塞に送られる 英雄要塞の名誉称号がソビエト連邦によって与えられた。2004年1月30日、ユネスコ世界遺産暫定リスト文化遺産に加えられた。ベラルーシ文化遺産リスト番号 11100004? 現在はブレスト要塞発展財団が管理している。19世紀初期にロシア帝国によって星型要塞として作られた。第一次世界大戦で、 戦闘準備が行われ、より強化された。しかし、1915年8月1日の夜、要塞より財産が優先され、要塞の一部はロシア軍によって破壊され破棄された。1918年3月3日、ブレストリトフスク条約が署名された。要塞はドイツの手に渡り、その後ポーランドの管理下となった。1920年、 ポーランドソビエト戦争で赤軍が取り戻したが、すぐに失われた。1921年にポーランドソビエトリガ平和条約によって、ポーランド第二共和国のものとなった。戦時期には、要塞は、兵舎、軍用倉庫、政治刑務所として使われた。1941年6月22日に、ドイツ軍から攻撃を受けた。6月30日には大部分が占領された。 この戦いで25人の小兵と2877人のソビエト兵が捕虜になり1877人の兵士と小兵が死亡した。7月20日まで孤立地帯は抵抗した。8月8日にヒットラーとムッソリーニが訪れた。未だ赤軍の兵士が要塞に残っている可能性があったため厳重な警備が取られた。ヒットラーが 要塞に至る橋の前で拾った石は戦後彼の執務室で発見されている。第二次世界大戦中のブレスト要塞の戦いを元にした映画 EN フォートレス・オブ・ウォーがベラルーシフィルムによって2010年6月22日作成された。このほか、数多くの映画やテレビドキュメンタリーが作成された。ありがとうございます。